祝福を伝えましょう。平安を味わいましょう。あなたは世界を生かす選挙師です。長子の祝福で2 3 7時代1万生徒の祝福を回復しましょう。賛美に感謝します。この時間もビザで神様は神様の御技をなさっておられます。 でしたらこの1時間、賛美して御言葉を受けて祈るこの時間が一番祝福された時間であることを悟ってください。皆さんがいる全ての現場に皆さんを通してビザで見働かれる神様の祝福が今日味わわれる祝福を味わうように祈ります。イスラエルの民が400巻。 エジプトで奴隷,に奴隷として生きて出ました。でモーセも死んで、ヨーシュアを通して、アラノを通りました。アラノを歩いて、今日の本文を見ると、イスラエルの民がエリコの町を、エリコの城をそこに着きました。 このエ,リコのエリコは誰も崩すことができない、絶対崩れない城と言われますがここ、そこにイスラエル民がつきました。しかし、エリコを通ることができ,できないと花を征服することができません。 しかし実際にイスラエルの民は女,女性そして子どもたちがもう共にいる状況そして歩いてきましたので疲れている状況でしたある面では最後の最後の関門そして大きい危機にあったとか考えるかもしれません。しかしか ここをどのように通りましたか神様がエリコを征服しなさい。私たちにも神様が今私、皆さんの前にあるそのエリコをどのように占領するのか、神様は語られています。エリコは不可能な問題。 を意味しますで私たちにも他の問題があるかもしれません。私たちの家族、事業で。私たちも知らずにいろんな問題がもういますありますねで。そのような問題にあ合うかもしれません。それが人生の道です。誰でも。 誰でも問題に会うことができます。エリコのような問題にあります。人生の前にはエリコのような問題があります。神様に選ばれたイスラエルのために、神様がエリコの嬢を征服する答えを与えてくださいました。 でしたら私たちは私たちの前にある不可能な問題をどうすればいいですか答えを受けて皆さんの人生で大きい大いなるそして問題の答えを見つける時間になるように祈りますでエリコを占領する前に私たちが常に記憶しなければならないことがあります3つあります 年間神,様神様は4周年間、そのアラノを歩くようにしました。もう何日間で着く距離ですかなぜか40年間、その道を私さ、イスラエルために与えたんですか その 4, 4周年間歩いた理由を分かれば、4周年間歩く理由はありません。で、私たちはその答えを本日見つけて、この答えを握って、今日の問題を見なければなりません。で、いつも私たちが持たなければならない部分は、そして問題,問題に合うとき、問題だと考え思われる。 その時私たちが見つけるべきの部分です。なぜ神様は4周年間イスラエル民が4周年間<故>ラアラノにアラノを歩きましたか一番です。 イスラエルはエジプトの奴隷として4周年間行きました。そしてし新しい指導者、モセの新しい指導者、ヨシュアを通して4周年間、このアラノを歩きました。 奴隷400年そして新の4周年ですでしたらそこから自分も知らずに体質にな,体質になった部分があります 奴隷人生で、ラ野の人生を通して、ラ野の体質、そうですね。自分も知らずに、自分も知っている部分もあるかもしれません。しかし、長い間、刻印された、根を下ろした部分がある日、体質に現れたのです。400年間の奴隷、そして4年間のアラ野の道を,道,を道を歩いて、 でその中で出たその体質自分が分か,ることと分からないこともあるかもしれません。自分も知らずに刻印されて根を下ろしてそれが大切になったのです。しかし神様はなぜ4周年間イスラエルの民の歩みを4 0年間歩くようにしましたか その体質を変えなさい。神様は、神様は苦しみを与えるために4周年間、このアラノを歩くようにしたことではありません。そのた奴隷の体質、そしてアラノの体質を変えなさい。その答えです。 自分自身を変える奥義があります。体質を変えることです。しかし、どうして体質を変えることができますかもう刻印された部分であるので、他のことでは変えることができません。で神様が私たちに復音を与えてくださいました。体質を変えることは何ですか 福音をを持って自分自分身すすることですその祝福を与えるためにアラノを歩くようにしました。私たちの体質を変えるただ一つの答えはただ一つの奥義は自分自身をビザ化することだけです。4年間神様はなぜイスラエルを アラノを歩くようにしましたか神様が重要なことを知らせるためです。三つの祭りですね。そして現場で、そしてアラノで、神様はバクと契約のバコの奥義です。 そして<で>いろんな奇跡を与えてくださいました。神様は後悔を渡すこと、いろんな奇跡を私たちに。<う> 与えて神様はその体質を変えるようにしました。現場これが現場の再創造の見働きです。現場が見弱化されると、この現場の再創造が現れます。神様はなぜ周年間、アラノを歩くようにしましたか 自分自身を見邪化するためです。なぜ4周年間現場でいろんな奇跡やなぜ神様はアラノでいろんな奇跡を見せ,て見せてくださいましたか現場を見邪化する。 体質のためですそしてアラノではなく、カナン、カナン制服ですねそれは。それも私たちが味わ,わわなければならない祝福ですで。そこでカナンを征服する準備をしなさい。皆さん、今の問題ありますか苦,苦しみを持っていますか カナンを征服する準備をしなさいそれが神様のメッセージです。神様が私たちに237価国そしてカナンを征服する祝国を最初からくださいました。 これを事実的に信じること、握ることができないので、アラノを通してその部分を準備するように備えるようにしました。皆さん、皆さん人生が大変ですか苦,苦しい。皆さん 皆さんの目標をカナン征ゆく237か国を生かすこと世界福音化に皆さんの全てを合わせてくださいこれが世界の未沙です皆さんがアラの歩く間3つの方向を持って進めば不カノの中でも神様が 与えてくださる答えを見つけるようになります。そして答えが見えるようになります。どのような問題でも大丈夫です。その問題をその問題の中で私たちが回復すべきなことは自分自身を見高すること、現場,の現場を再創造させる現場の見高、そしてそれだけではなく、 神様,神様は私たちにカナンを征服すること、世界の御坂これを悟るために私たちがそのアラノを歩くようにしました。今日私たちに問題がありますが、他の理由があるかもしれません。しかしか神様は早く 自分自身、皆さんを見ざかしなさい、皆さんの現場を見ざかしなさい。ある面では、私たちが世界宇宙化に、カナン西宇宙に私たちの方向を合わさなかったので、その問題がもう来,来たかもしれません。もう神様は私たちをもう苦しむ。 苦しみを与えるためにアラノを歩くようにした。そうではありません。身ザされるそれのために神様は問題をくださいました。他の理由はありません。で私たちが礼拝教会を出る前に教、教会を出る前に、いつも 確認しなななければならない3つのことです問題に合うとき、その3つ、自分自身を見ざか、現場を見たか、世界を見たかする、これをもって問題を見ると、神様の理由、神様の計画が見えます。イスラエルの民を44年間、4周年間イスラエルの民が、 そのアラので、この部分を悟るように導いてくださったのです。皆さん、短い時間礼拝を捧げますね。しかし、神様はこの時間、自分自身を水咲する、その祝福を与え,与えておられます。そして、その時、現場に水咲の祝福が成し遂げられる、叶われる、それを皆さんも見るようになります。その祝福を悟るように。 味わうようよに祈りますイスラエルのためにカナン征服は神様が約束された部分です。神様がエリコを征服することを約束されました。でしたらエリコが崩されることはもう当然のことですね。 実はエリコ,エリコはエリコが崩されることは神様の計画の中の計画です。その中で私たちでしたら私がなぜ今今日ここにあるいるのかをその理由を分かります。神様の計画を悟った者はこの問題を理由を分かります。なぜ私をここに いるように神様がしたのか今日イスラエルの民がエリコの前に立ちました。神様が導いてくださいますが、イスラエルの民に向かう神様の理由は何ですか一番です。カナンに標高される。

で本日、ヨシアキ6章1節を見ると、イスラエルの前に城門、ジはモ門を固く閉として、誰一人出入りするものがなかった。もうすでに、イスラエルの噂を聞いて、エリコは、門を閉出して、カく閉として、誰一人出入りするものがなかったのです。 どういうい意味ですか神様の御言葉、神様の御働きがエリコに伝えられたこと、皆さんの噂わさを聞いて、皆さん,を皆さんのために、この現場の暗闇がもう崩されるのです。皆さんサタン 暗闇の働きで皆さん、それを恐れないでください。自分自身を身分を、自分自身の,この神様の子供の祝福を知らないから現場で、そしてサタン,サタンの,この働きの前でおののいています。皆さん、サタンが私たちを見ておののく存在です。 エリコは固く閉ざして私たちの身分はサタンがおののく身分ですこのアイデンティティを正しく悟ってくださいルカの福音書を見ると弟子たちがイエス様に主よあなたの皆を スカウアクレイどもでさえ私たちに復讐しますと言いましたその時イエス様はあ私もその分をしているそしてその後神様はアク,アクレイどもがあなた方に復讐するからと言って喜んではなりませんただあなた方の名が天に 書き記されていることを喜びなさい。どういう意味ですかもう悪霊が、悪霊が復讐することは、もう喜ぶことではありません。当然なことです。その祝福,を祝福の中で私たちがいます。そして神様は、誠の喜びは何ですかビザ,ビザの祝福を見た。 ビザの宿福を見て、ビザの宿福を持っていることが誠の喜びであることです。この世は、この世は、空中の権威を持っている支配者が今、支配していますが、それをかつ身分を私たちにくださいました。 ビザ,のビザの祝福を味わうことができ,できるその身分,それ身分、私たちの身分と祝福を悟れば悟るほど私たちの現場の暗い目は崩れてそして、霊的な祝福も回復されます。皆さんその霊的な祝福を 回復しましまょビザの祝福を持って私たちと共におられますので誰もそしてどんなことも神様の愛から私たちを離れるようにすることはありませんしかし私たちは霊的な力もなくて霊的な戦いさえしません 本日の2節を見ると、主はヨシュアに仰せられた、見よ私はエリコのその王および勇士たちを、あなたの手に渡した。神様は手に渡した。確保です。今もうすでに完了された。神様は渡した。渡そうと思うから、まあ。 勇気を出しなさい。力を出しなさい。うもう私が渡そう、渡そうと思っているから、もうあなたの力で何とかしてみなさい。そういう話ではありません。あなたの手に渡した。私たちが戦うこの戦いは、でに勝利しました。いろんな人々が勝つために戦っていますが、でに勝利されました。 神様は勝利した戦いをするようにしました。この女王があなたの手,に手の中にあなたの手に渡した。まだ制服、ま、する前ですが、神様はもうあなたに渡した。 仰せられましたこれがヨシュアの一生涯の祈りの答えです ヨシュワが祈った部分が、カナンを征服することです。その答えを神様はすでに語られました。で皆さんが歩くすべての瞬間ですね、皆さんが正確な契約を握りますと、もうすでに勝利した戦いをすることです。でなぜですかなぜこの祝福を与えられましたか カナンに神様の力が神様の見働らきが伝えなければならないからです。皆さんの身分を逃さないでください。私は神様の子供だ。私はビザの祝福を持ったものだ。なぜそのビザの祝福を持っていますかこの世のこの世のく 崩この世の暗闇の力を崩すためです。この祝福を味わう皆さんになる,なるように祈りますで。必ず体験しなければならない部分と、現場で私たちが体験しなければならない部分は何ですか本日、聖書を見ると、毎日この女王、女王その街を。 回りなさいと語られました。最後の日にはそして7節を見ると武装,したものを武装したものを前にこの部分ブーしたものは昼食者を意味します。そして そして他の軍人たちは箱を箱をこの後ろで歩きなさいそして一つになって一つになって一つになってこの声を出しなさい一日 この本日の本文の部分は実際的な契約です。神様、詳しく語られましたよね。その詳しく語られたのは実際的な契約を意味し,た意味します。じゃ中節と一緒に読みたいと思います。ヨシ民に命じていた私が時声を あげようと言ってあなた方に叫ばせる日まであなた方は叫んではいけ,、ま、いけないあなた方の声を聞かせてはいけないまた口から声口から言葉を出してはいけない口から言葉を出してはいけない,い,けないこれは本当に重要な部分です神様の力を 体験しなければならないのに人間的な言葉人間の自分自身のレベルでもう声を出すことそれはできません人間的なレベル人間的なもう目で見て言いますねそうではありません神様の誠の力を体験しなさい 私たちが今言っている話、私たちのレーベルの中で言ったり、判断したりしますね。人間的な話ではなく、神様の力を体験しなさい。それが口から言葉を出してはいけない、この意味です。皆さん、人の,人の声を、人の言葉を聞いて何か解決しようとしないでください。 本当にこの難しい、本当に苦しい問題の前では人の話が絶対答えになりません。生きておられる神様の見当たらきの中で神様の見当たらきを体験しなさい。私たち。 私たちは分別して分別して聞いてそして分別して話さなければなりません本当に神様の見当たらに関心がない人が多いですですので信仰生活をしてもいつも問題にあったりま苦しいと言いますこれは何も言わずに神様だけ見なさいそういう 話ではありません神様の見働きをまず体験しなければならない。そして、口から言葉を出,出してはいけない。皆さんが祈りの答えを、祈りの力を回復しなさい。何も言わずに、もう。 回りますと、町を回りますと、いろんな考えがもうい,いろんな考えがあるあると思います。なぜここを回るのかとか、あ私そ,そこに入ってもう死,ぬ死,ぬ死ぬのかとか、いろんな考えをもするかもしれませんが、本当の神様の子、神様の子供であれば、 結局あ,あ、私は、祈らなければならない。そのように考えます。あ,あ、だから私は、祈らなければならない。エリコを、崩す、その力は個は、個人が、個人的に力、力祈りの力を持たなければ。エリコを、崩すことできません。レイなチカを受ける。 霊的な力を受ける、祈りを通して、暗闇を崩すその力を備えなさい。皆さん、祈りを通して力を受ける、その祝福を回復しなさい。この祝福が私たちに回復されるように祈ります。 本当に祈りの奥義を分かれば、いろんなことを話す理由がありません。あ神様の答えが見えるので、何か言ういろんなことを言う必要がありません。それを見ることができないから、あ何か言わなきゃならない。そして人の話を,そ人の話を頼ります。 皆さんまず神様の契約、神様の計画をまずその体験して、そして祈りの中で力を受ける、そのシステムを回復してください。そして神様は未来を準備させます。

ヨシュア記7章を見ると、その、その清潔に手を出した人がいま,いました。それで呪,呪われましたよね。皆さん、今、現場の問題に、揺らないでください。現場の問題、現場の問題に欲を出さないでください。 未来に私たちが受けるその答えがものすごいものなので現,現実を見て現実を見て現実の問題で手を出したり現,現実の問題に欲を出したりしないでくださいある面では警告です神様の計画は今の問題も解決しますそ,そして永遠なことです 特に偵察した二人の者ですね、そしてラハブ。ラハブと偵察した者たちを通して、ラハブの家族は救われましたよね。これは もうその瞬間、その時だけではなく永遠なことであることを皆さんが悟ってください。単純な未来ではありません。この未来は永遠なことです。神様はものすごい祝福をおいて私たちの今日、今日私たちの私たちを導いてくださいます。それで皆さん 今日だけ現実だけを見て焦ったりしないでください。で結論です。皆さんの前に今エリコと考えられることがありますか世の中の前でエリコはどのような姿をしてありますかいろんなことがあるかもしれませんが。 ビデ,ィア,ミディアを3団体が完全に掌握しました。そこに古代がもうそのままもうそのままもうその文化に陥っています。いろんな人々がビディアに影響を受けます。 祈りの中でメディアを準備しなければな,なりません。今、その備えを準備をしています。三団体が一番得意、偉い部分がメディアで掌握したことですね。で青年、青少年、その問題にもみんな陥っています。遊び場に遊んでいる子どもがもういません。みんなスマホを見て。 もう家,家,家の中にいます。でしたら、本日私たちに神様がくださったその答えをただ、まあ、ただ見ないでください。放送システムですね。 教会をリモデリングして、そしてこのいろんなお金を使って、この放送システムを準備し,たしましたよね、これはこの時代,時代のエリコの女王を崩,す崩して、そして2、3、7カ国、5000の種族のために与えてくださった放送システムです。 なぜですか私たちは福音を持っている方です。世の中の人は悪霊を持って、悪霊を持って、そのミディアが。 いろんなすべての人を滅びるようにしますが福音を持っている私たちの作品はすべての現場を生かす交代として世の中のエリコを崩すその祝福として与えられました皆さんこの部分を置いて祈ってくださいこの世界を掌握している ディアシステムこれを置いて神様が私たちこの部分を祈るようにそして器を準備,ように準備するようにそしてもう実際的にシステムを与えてくださいました。皆さん、福音を持って放送システムを通して作品を作り上げるその時それはただの作品ではありません。クズスシカないエリコを 崩すすことで,すで通訳ブースで5つの言語で通訳しています。今も通訳しています。ですが、通訳者たちに感謝しますで私。私も考えても私が早く言うから、まあ、通訳することできるのか大変じゃないかなと思いますが、通訳を全部録音されていますね。本当に この部分に献身してくださる方に本当に感謝しますで、結局こ,この働きも世の中のこ今この時代の暗い雨を崩すことで皆さんですのでただ見ないでください ただ見ないでください、本当に祈ってください、そしてこの通訳ブースを使って、個人的な放送もできるように、皆さん、福音のコンテンツを作ることができるように、皆さん、祈ってください、皆さん、ビディアを使って使、使ったこの暗闇の文化、これを止めること、本当に必要です。 そして皆さん不可能に挑戦してください。世の中の人はできること、まあ、可能なところに行きますそこ。そこに進みます。それが世の中です。自分が何か判断して、あもう投資することもそうですし、あなんかできそうだできる、できる方向に行きます。しかし、神様は 私たちに福音を与えてくださいました。皆さん、福音を持って不可能に挑戦してください。できない部分、不可能な部分に挑戦してください。そこ,そこに神様は、最早上の答えを準備しています。 福音を持っていますので、不可能に挑戦することができます。皆さん、できない部分に挑戦してください。それで神様の働きを体験することができます。皆さん、不可能を持って福福、福音を持って、不可能に挑戦してください。その挑戦を通して、神様がどのように働けるのか、神様の見働きを体験する証人になるように祈ります。 最後です結局今神様が準備してくださる部分は カナンを準備しなさいなぜ今日私たちを生きるようにしましたか ?237 カ国、そして合戦の種族を生かすためです。カナ,ンカナンを征服すること、それを準備するために私たちの今日私たちに与えてくださいました。本日の問題はカナン制服準備です。 これを悟って、これを持って人生を見てください。結局私たちはこのこ,こ、私がいるこ,ここだけではありません。世界福音化です。私たちのすべてのことが237国、そして世界福音化に方向を合わせなければなりません。で、道の結論を はっきり握ってください、一番。この世のエリコを福音を持って崩すこと、放送システム、そして実際的に不可能に、そしてできない部分に挑戦すること、これが福音の中の最創造です。 そして究極的に神様はカナン征服を準備するようにしました。D37 カ国、午前の主族のために神様は私たちを準備しておられます。準備させておられます。どんな問題も、すべての問題を3つの目で見てください。自分自身を見たかせる神様の計画。 現場を味わう神様の計画、世界福音課を私,私に与えてくださる神様の計画。この3つの問題の前で、この3つの目で見てください。神様は本当に大切な計画を持って私たちを祝福しておられます。皆さんこの 皆さんが行くすべてのところにこの祝福は成し遂げられるように祈ります。一緒に賛美を捧げて祈る時間を持ちたいと思います。本日のメッセージをかん思って一緒に祈りたいと思います。ただ福音ですべてを生かす伝道弟子の祈りです。一番です。一緒に読みたいと思います。すべてを福音運動、伝道運動、祈り運動として見るようにしてください。 ただ、福音の契約を握って、不可のに挑戦して、最早の祝福を味わうようにしてください。共に祈りの祝福を味わうラハブのような弟子を見つける祝福を味わうようにしてください。一緒に賛美したいと思います。私の中に。